日本愛知県岡崎市在木町在木町は愛知県岡崎市の町名。現行行政地名は在木町1丁目から在木町3丁目。岡崎市の西部に位置し、中心街の一角に相応する。36個の番地と町目が南から順1一丁目から3丁目ある。なお生じは持たない。2019年5月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。おはた公園。2019年1月に岡崎城、総堀跡の発掘調査が行われた。ぬかた郡岡崎材木町を前身とする。材木町の地名の由来は、材木問屋が軒を並べていたからではない。 ただ、明確にされているわけではなく、次の説がよく言われている。岡崎の城下町を整備した岡崎城主、田中義政が町屋を建築する材木を切り出した場所から、由来するという説がある。また城下町整備以前の岡崎中心部は、湧水とした密林で、材木町の地にあったという天神さんの材木をすべて、伐採して、まず、この場所に積んでおいたため、 木町と称したという説もある。なお、天神さんはすべて取り崩して平地にし、その土砂で岡崎城西側にあったとされる商宅を埋め立てて、田町などの町を作ったという。岡崎城下における職人は、鍛冶屋の数が多かった。京方年間頃では、大工など、他の職人の中でも数が最も多い。特に材木町の通りは、際立っている。 材木町の通り沿いにタイヤ職人が大勢集中したのは、岡崎城主、田中義正や、その次の本田康重が、城下町づくりの一環として材木町の東にあったとされる、急降雪という地域にタイヤ職人を集中させたことに始まる。材木町の通り沿いには他に、大工職人、差し物師、桶職人など、他にも様々な職人が居住していた。 いわば総合的な職人町を形成していたのである。明治期に入ると、鍛冶屋は激減。代わって、菓子製造業が増えた。当時、名古屋を除けば、材木町界隈は、東海一の菓子の町と呼ばれた。そんな職人気質の雰囲気が強かった、材木町も、1945年7月20日に、岡崎空襲を受け町の東部が消失した。木町通り、 ありがとうございます。